内山陽子先生、パンと牛乳は今すぐやめなさい。第2章、なぜパンをやめた方がいいのか。ジョコビッチを世界の頂点に立たせたグルテンフリー。昨今、グルテンフリーという言葉が急速に広まりつつあります。グルテンを含まない食品やグルテンを取らない食生活を指すこの言葉を世界的なブームにしたのが、世界的テニスプレーヤーであるノバク・ジョコビッチ選手の著書、ジョコビッチの生まれ変わる食事、産後感です。テニスの世界ランキングトップの座を何年も守ってきた彼が、実は小麦に対する抗体を持っていて、ずっと体調不良に悩まされていたことが、この本では赤裸々に語られています。幼い頃から鼻詰まりやアレルギーに悩まされてきたジョコビッチ選手は、テニスを続ける中で試合の途中に起こる突然の嘔吐やエネルギーの欠如、試合後の筋肉痛の持続、呼吸困難などに悩まされるようになります。検査をしたところ、彼の体内にはグルテンに対する抗体がありました。ジョコビッチ選手の実家はピザ屋さんで、彼は美味しいピザを食べて育ってきました。それによって体内にグルテンの抗体ができていたのです。彼は小麦に対する遅延型アレルギーと診断されました。遅延型アレルギーとは、原因となる食品を取った直後に症状が現れる通常のアレルギー、即時型とは違って、数時間から数日後に症状が出るタイプのアレルギーです。あるいはアレルギーという言葉を使わず、その人にとって消化が苦手な食べ物と言った方がいいかもしれません。症状が出るまでに時間の経過があるため、日常的に取っている食品の遅延型アレルギーはその存在が分かりにくいものです。特に体質や性格、無気力などの問題だと、間違いやすい点に注意する必要があります。ジョコビッチ選手の本は日本でもベストセラーになったので、読まれた人も多いでしょう。この本にはグルテンフリーの実践法として日本人には馴染みの少ない食品が多く出てきますが、それはもともとアメリカでベストセラーになった本だからです。日本の一般的な食品を使えば十分にグルテンフリーは実践できます。日本には米があるので、むしろグルテンフリーを実践しやすいのです。パンで起こりやすい反応性の低血糖。精白された小麦粉は血糖値を上げやすい食品です。小麦には他の穀物に比べてアミロペクチンという血糖値を急激に上げるでんぷん、糖質が含まれているからです。その小麦粉でできたパンを食べると急激に血糖値が上がり、それに伴ってインスリンが急激に分泌されます。インスリンは糖、ブドウ糖を細胞に取り込ませるホルモンです。食事による低血糖は反応性の低血糖と呼ばれます。体質や疲れのせいだと思っていることが、実はパンによる反応性の低血糖の症状という場合も多いのです。有害な糖化物質が蓄積して糖尿病、認知症を招く。反応性低血糖そのものの症状も困りますが、パンによって血糖値とインスリン分泌量の乱高下を繰り返していると、他の害も出てきます。例えば、血糖値のアップダウンに関わっている自律神経の異常や、ホルモンバランスの異常を引き起こすことがあります。また、インスリンは細胞に糖を取り込ませるだけでなく、余った糖は脂肪に変えて脂肪細胞に貯める役割もします。ですから、パンを常食してインスリンが多く出るほど太りやすくなります。特にパンで太る場合、内臓脂肪が多くつくので、お腹周りが太りやすいのが特徴です。パンを常食して高血糖が続くと、糖化、酵素の働きなしにタンパク質や脂質に糖鎖が結合すること、と言われる反応が起こり、体に有害な糖化物質が作られるという弊害も出てきます。体や細胞の焦げのようなものです。糖化物質を体に溜め込むと、細胞の錆でもある酸化や炎症が起こりやすくなり、肌のシミ、シワをはじめ、動脈硬化、腎障害、神経障害など体の様々な場所のダメージが進みます。さらに血糖値とインスリン分泌量が乱高下するほど、インスリンを分泌する膵臓に負担がかかります。これが続くと糖尿病になるリスクが高まります。糖尿病はインスリンの量や作用が不足して糖がうまく利用できない病気ですが、最近その一環として認知症も起こりやすいことが分かってきています。パンを食べると特にお腹周りが太る。内臓脂肪からは炎症を起こしたり動脈硬化を進めたりする物質が分泌されます。小麦には未消化物を腸壁から取り込みやすくする作用もあるため、パンを食べると余計未消化物が体に入りやすくなるのです。その未消化物は体にとって不要で、できれば体内に入れたくないものです。そこで体は一種の自己防衛のために不要な未消化物を貯めておく倉庫を作ります。その役目を果たしているのが内臓脂肪なのです。使えない未消化物を腸に近い内臓脂肪にストックしておくわけです。ですからパンを多く食べて未消化物が増えるほど内臓脂肪が増えやすくなります。内臓脂肪は脂肪を取れば増えるわけではなく、
パンのような消化されにくいものを摂ることで増えるのです。しかもパンに含まれるグルテンの一種グリアジンには食欲を更新させる作用があります。また口述するように小麦には中毒性があるので、一度パンを食べると翌日またパンやその他の小麦製品が食べたくなります。欧米には日本とは桁違いにお腹周りの太い人が大勢います。一般には肉食が多いせいと思われていますが、実はパンが大きな原因なのです。パンをやめると逆にお腹周りから痩せていきます。体重はそれほど減らなくてもお腹周りが引き締まるのが特徴です。同時に中毒による過食傾向がなくなるので、その意味でも痩せやすくなります。パンは単に食べ過ぎて太るという以上に、いろいろな角度から内臓脂肪を増やす食品であることを覚えておいてください。幸せ感の正体は中毒を起こす物質。強い鎮痛作用があるモルヒネという物質は多くの人がご存知でしょう。モルヒネは強力な鎮痛作用を持つとともに強い依存性があります。つまり不用意に使うと中毒を起こす物質です。小麦を食べると体内でモルヒネによく似た物質ができます。それは小麦のタンパク質であるグルテンが分解される途中でできるエキソルフィンという物質です。この物質は牛乳のタンパク質であるカゼインからもできます。パンを食べると体内でカゼインが分解される際、一つ一つのアミノ酸まで完全に分解されずに、少数のアミノ酸がつながったペプチドという状態になることがよくあります。そのペプチドの一種としてできるのがモルヒネ用物質のエキソルフィンです。この物質が脳内に作用して幸せ感をもたらします。さらに繰り返し食べたくなる中毒症状が引き起こされ、食欲も更新させるので、さらにパンを食べ続けてしまいます。体の中で脳や脊髄は全身に関わる特に重要な部分なので、必要な物質以外は簡単には入れないようになっています。これを血液脳脊髄液関門と言います。グルテンからできるエキソルフィンはこの関門を簡単に通り抜けてしまうので厄介です。さらにグルテンは腸や粘膜に炎症を引き起こして、この関門自体を緩めてしまいます。関門をくぐり抜けて脳に入ったエキソルフィンは脳にある受容体と結合して脳神経に作用します。それによって小麦中毒の症状とともに精神的な不安定さや神経の障害などを引き起こすのです。ラットの脳内にグルテンの一部を注射すると、統合失調症のような症状、異常行動や固執などを示したという報告もあります。なお、エキソルフィンの受容体は全身にあります。特に腸にある受容体にエキソルフィンが結合すると腸の働きが抑制されます。そのためパンで便秘になることが多いのです。他にも様々な器官の働きにエキソルフィンが影響し、なんとなく息苦しい、胸が詰まったような感じがする、眠気や吐き気が起こる、尿のキレが悪い、尿が漏れるといった排尿トラブルなどが起こったりします。小麦を摂るとモルヒネに似た物質が分泌され、血液脳脊髄液関門を突破し幸せ感をもたらす。腸の動きが抑制されたり、呼吸が浅くなったり、眠気や排尿トラブルなども起こったりする。